コール3と9の2ペアです。君、よくそれでレイズしたね。お客様、次のゲームはいかがなさいますか？では、チェンジをなさいますか？かしこまりました。ずいぶんと羽振りがいいのね、あなた。羨ましいわね。そんなにお金に余裕があるの？さっきから見てたけど、もう30万円はつぎ込んでいるでしょう。かっこいい！ぜひともあやかりたいわね。ではゲームを始めさせていただいても？デレデレして好きって言ったのに、私のこと好きって言ったくせに。まあまあ、ほら彼も仕事だから、カジノでパーッと遊び続けて落とし主を探すんだろ。だからといって隣に座った女の人にサービスをする必要がある？僕らとしても他のお客様にお金を配られちゃうといろいろ困るんだけどね。もし勝たれても返金を求められないから。でも確かに気前はよく見えるね。好き勝手に使ってる方が落とし主だって腹が立つものだと思うよ。それはそうかもしれないけれど、だからってそう、また債務に追加ね。これはどうやって取り立てようかしら。債務？カジノでの軍資金は全部うちから出して、勝った分は返金してもらってるから、結局はロハだよね。それとは別件だから気にしないで。はいはい。それでどうなの？こうしてカジノに通い始めてもう3日目だっけ？カジノの噂もそうだけれど、お金を拾ったという噂も流してる。でも反応はないわね。そっか。とりあえず500万円分使うまで遊び続けるの？それはチーフが決めるけれど、ひとまず1週間は様子を見るでしょうね。土日を過ぎても反応がなければという感じかしら。ちなみに、ユウト君とミュウ君以外にも、この捜査に加わっている人はいるのかい？もちろんいるわよ。今日だとメラさんも、カジノの外を警備しているわ。とはいえ、完全とは言えないけれど。他にも捜査があるだろうから、風紀班の全員を投入するわけにはいかないだろうしね。それに、ガチガチに固めるわけにもいかないでしょ。犯人をおびき寄せるためにしているのだから、ある程度隙は作らないと。だとすると彼女としては心配じゃない？恋人の身が危ないかもしれないんだよ。だからこうして私も毎日ユウトの護衛についているんでしょ。そっか、そうだったね。だというのに、私はこんなに心配しているというのに、ユウト女の子にもてはやされてデレデレと。だからそれは仕事じゃないか。ユウト君だって本気で喜んでるわけじゃないさ。多分ね。そうなのよね。仕事なんだからこれぐらい普通なのよ。大人ならそう納得すべきなのよね。それは分かってる。でも大人だってそう簡単には割り切れないことがたくさんあると思うけどね。そんなことよりも、ニコラは私と話していていいの？おっと、そうだった。あんまり喋っているとフロアチーフに怒られちゃう。それじゃあ、はい。お飲み物をどうぞ、お客様。どうもありがとう。キャー！かっこいい！素敵！ギリ。あれ？ミュウどうかしたの？
顔怖いよ。ちょっとね、気に食わないことがあるだけよ。エリナ君、今は下手に声をかけない方がいい。僕らにどうこうできる問題じゃない。難しい問題だからね。そう、それはまさにプレシオスの鎖のごとく。そっか、ミュウも大変なんだね。あ、じゃあ気分転換した方がいいよ。いい場所知ってるんだ。いい場所？せめてツッコミが欲しいな。くす。どうかしたの？ほらほら、続き。え？今何か言った？フルハウス。あー、負けちゃった。お客様、いかがなさいますか？またのお越しをお待ちしております。マスカタだ。報告は受けている。安心してそのまま戻ってこい。話は戻ってからだ。で、今日の差し引きは？お前、これで50万近く負けてることになるぞ。残念ながら収穫なしだな。カジノでも不審な人物はいない。タクシーを尾行してるような車もなさそうだ。もうしばらくは様子を見続ける。他のルートからもいろいろ調査はしているからな。あまり負けすぎるなよ。明らかに500万以上使ったら、それはそれで怪しい。ただいま戻りました。はあ、疲れた。ご苦労さん。うん、お疲れ様、ムツラ君。チーフ、報告した通り、本日も不審な人物は見つけられませんでした。今日の分の報告書を頼む。それが終わったら上がっていい。他のサポート連中にも言っといてくれ。了解。お前らももう上がっていいぞ。アイサー。
どうかしたの、ムツラくん。ああ、ミユちゃんなら今日は現地解散だって。ムツラくんが無事に支部に戻った報告を受けて、私服だからそのまま帰るって。みたいだね。行くといいよ。この時間のプールにはほとんど人がいないから。私もね、お仕事が終わった帰りにたまに行くけど、ほんと気持ちよくて気持ちがすっきりするよ。きっと気分転換できると思う。今は一人よりも二人の方が嬉しいかもしれないわね。少し頭を冷やした方がいいのは分かってるのに、本当ダメだ私。ずっとユウトのこと考えちゃってる。付き合う前は前で悩ませたと思ったら、付き合ってからも苦しめるなんて。無様ね。はあ、まったくもってその通りね。本当に無様。こんなに振り回されるなんて。でも遅くなっちゃったから、もう寝ていてもおかしくないかしらね。え、ユウト？こんなところで何してるの？誰の入れ知恵？誰かに言われたからここに来たんでしょ？ユウトがそこまで気が回るとは思えないし、ここで待っていたのも変。やっぱりユウトがそこまで気を回せるはずがないもの。それでわざわざ迎えに？ユウトって人の心につけ込むのがうまいわよね。このタイミングでそんなこと言われたら嬉しくなるに決まっているでしょ、卑怯者。喜んで。
ダメ、足りない。手をつないで一緒に帰るだけじゃダメ。ちゃんと今日の負債を返済してくれないと。許さない。知らない女の子からチヤホヤされて嬉しそうにしてたでしょ。それでも、それでも負債はたまるのよ。勝手だってわかってる。ユウトに責任はない。仕事だってわかってる。でも、だけど、我慢できないの。他の女の子と会話してたら気になる。チヤホヤされてたらムカムカする。他の子に笑顔を見せてほしくないって思う。それが無理なのはちゃんとわかってる。そんなことできるわけないって。でもだったらせめて他の子に見せた以上の笑顔が欲しい。他の子よりも長く私と話してほしい。じゃないと殺したくなっちゃうでしょ。ごめんなさい、本当にわがままなことを言って。でももう大丈夫だから。今口にしたことですっきりしたわ。じゃあ、抱きしめてちょうだい。もっと強く。うん、足りない。全然足りない。だから、支払って。返済方法で一つ先に言っておきたいことがあるの。痛みだいぶ収まっているから。今日は大きな返済も可能だけれど、どうしたい？体が震えてるわよ。本当、こういう時だけ素直なんだからいやらしい。ううん、ない、何もないわ。
すごい。私も、ユートと一緒にいると、すごく落ち着く。一緒にいられないと、頭がどうかしちゃいそう。それぐらい好き。